じゃあテーマメールいきましょうかね。はい、もう好きになっちゃったよ、春アニメのキャラでございます。一番多かったのはこれ、エロ漫画先生って。あー、藤井先生の、そう、これまた妹ですよ。そうなんだよね。まあなんか結構絵もそうだけどさ、でもノリが結構だから俺妹はまた違うから。そうですね、結構びっくりするので、ね、見てて。でもまあクラスメイトの女の子がまた厄介な性格だったりとか、はいはいはい、結構やっぱり味は出てますよね。そうだね。この妹のクラスメイトのジンのめぐみちゃんが、ティンティンが大好きって発言する瞬間だよね。私たちくらいの年頃はみんなチンチンが好きなんだよみたいなこと言ってましたよね。そう、びっくりだな。あれはすごかった。びっくりだなって。木戸さんでそういうこと言わせていいんだと。木戸さんもう大人になったんだよな。まあだって信長座フールの時はだって制服でアフレコに来てたからね。そうでしたね。ねえ、どう挨拶していいか分かんないからこうギクシャクしてたら、こう中村に、おい杉田、制服には話しかけちゃいけないって警察で習ったろって言われて。話しかけてもいいだろ。確かにそうでしたね。一番最初多分あれ、木戸ちゃんのと初めてこう会う現場だったんですよね。なんかご挨拶されてた、そうそう、前にね電話口で出たことあるんだけども、大阪くんが、はいはい、すいません、ちょっと今アニメで一緒の子が銀さんが好きなんで変わってもらっていいですかって言って、子供の声が聞こえたから、キッズの夢は守らねばって。よし、ゆうきちゃん、夢もチンコもでっかく行こう。あ、女の子だったって言って。ひどい。ワーストコンタクト最悪ですね。でも、キッズの夢って。夢。5月24日、セカンドシングルリース。はい。今ここ、月が綺麗。はい。のぶしこ？あ、今ここ。今ここ。ちょっと見えますね。のぶしこ？何ですか、それでも。いや、なんでもない。坂本のぶくんが、まあ、しこりんってあだ名があるから、のぶしかって言って。はい、梶田さん、僕はここですよ。これ、お前、突っ込んじゃいけないやつですね。そうですね。あの、新曲どんな曲なんですか？はい、こちらは、ね。おい、先週までのお前を思い出すよ。ちゃっかり番組聞いてるらしいけどな。ごめんね。あ、そうなんです。聞いてました。あ、もうなんかもう、私の S か M か聞かれるのかなって、ハラハラしてました。富山くんは無自覚な S です。続いてはこちら、ふつおた。普通のおたで訳してふつおた。富山くんはアニメ、はい、漫画、ゲームなんか好きだったのある？もうどこから話していいのやら。おろろろ。私始まりはあの鋼の錬金術師だったんですけど、若いね。そこからもう深夜アニメどっぷり。高校生の時は週に12本ぐらい見てた。すげえ見てる。すっごい見てて。本気だね。クラナドとか。若いもう。あとは初めて買ったライブ DVD が、あの鈴宮春日の劇場だったんです。言ってた。ああそれや。来たよこれ。ああそれや。もう DVD ですけど擦り切れるほど見ました。杉田さんが踊ってるとこ擦り切れるほど見た。見ましたー。今となって貴重な映像だから。もう二度とないだろうね。途中で振り付けを捨てたやつね、あれ。それ。お一人だけすごいフリー演技を。最高でした。絶対もう本番で無視してやるって心の中に反逆を誓っていたんだよ。